桜の下でふっとゆきさんが結構ね気持ちいいねみるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆきです。カタリストレイナです。今東京駅に来ているんですけども、今日は桜をね見にどこ行きましょうか。千鳥ヶ淵まで行ってみたいと思います。はい、東京駅のぐるーって回って、あっち側、あっち側は皇居があって、はい、その皇居を越えたあっち側に千鳥ヶ淵がある、はい、そこが桜の絶景スポットということなので、ね、行ってみたいと思います、はい、行ってみたいと思います。はい、この東京駅のここすごい開放感があっていいですよね。ね、まだできたばっかりですごい綺麗ですね。広い空間です。すごい綺麗。こちらは南口側ですね。うん、丸の内。陽気もいいので人も結構出てますね。そうですね。さっきハトバス乗ってたんですけども、あの乾門が一般公開されているということで、すごい行列が並んでて、多分この人たちもあれなんじゃないですか。そうかもしれない、ね、皆さんそこに行くじゃないですか。乾門皇居の一般公開なんかね、待つの1時間ぐらい待つってね、うん、言ってたもん。行きました。ガイドさん案内上手で、ちゃんと乾門ですって言って教えてくれたりとか。でもはい、この辺なんですけども、去年ね、夜景をね、そう、夜景スポットとしてここまで歩いたんですけど、昼間と夜全然違いますね。全然違いますね。もう全部光も撤去されて、今は、はい、なんだろう、春の葉っぱが生え始めた。うん、はい、カタリストレイナファッションチェックです今日はこの着物のコンセプトは何ですか。コンセプトですか。春っぽい明るい感じの。そうですね、いろんな色が入ってるので。カラフルですよね。カラフルで、桜は一色だったりするので、ちょっとカラフルに装ってみました。なるほど、はい、帯地結構花柄な感じ。うん、ちょっと花柄だよね。ああ、はい、どこまでも続く人の行列。二人せずお互いに譲り合ってお進みください。皆さんのご協力をお願いします。はい、ということで、あまりにも混んでたので中も見たかったんですが、こちらからも回っていこうと思います。すごいすごい人です。ゾロゾロです。ゾロゾロまたです。でもすごい綺麗なんですね、桜とお城と。すごい白鳥発見です。お帰りが高くお疲れします。なんか白鳥と大手町の桜の方が綺麗です。こちら桜だもんです。桜だもん、ここからの景色結構いいね。すごい、はい、あそこが国会議事堂。この辺はなんかすごい、なんていうの、省庁、省庁の集まってるところって多分言いたいんだと思います。省庁が、そこね、そこのすごい前は警視庁です。これが警視庁、多分その後ろが奥側が警察。桜田門、あれが桜田門なの。あ、そういうこと。あれが桜田門みたいですね。うん、はい、すごいですよね。大きいですよね。そう、この桜すごいです、うん、結構ここも桜の写真スポットになってます。香りもいいです。車道だったので結構排気ガスもあったんですけど、うん、ここに来るとすごい桜の香りがふわーってしていい感じです。はい、こちら皇居なんですけども、こちらがですね最高裁がありまして、ついとここもね桜の花道になってるんですけど、奥がですね国立劇場になってます。そこの国立劇場のところもですね、すごい桜の花が綺麗です。皇居に沿って歩いて
ミルランド。はい、やってきました。チェルリガフチ。こっちすごいですね。すごいですね。そして花びらが舞ってます。はい。ハラハラと舞ってます。綺麗ですよね。うん。いっぱい人が平日でもいます。そうですね。あっちずっと奥まで続いてるっぽいので、ちょっと歩いて行ってみたいと思います。なんか続々と人がいっぱい来ますね。はい。花見客。やっぱり狙ってもし当たった外国人の方はすごいラッキーだと思う。ラッキーですよね。なんかレイナさんが滑り台を滑ってくれるそうな。いや、めちゃめちゃぶりですよ。ゆきさんが滑りたいって言ったらどうぞって。うん。来てください。はい、このね、綺麗な桜の下でふっとゆきさんが結構ね、気持ちいいねめっちゃ楽しんでますこういうの久しぶりじゃないですか。危ない。怖い。怖いですね。結構曲がりますね。くっつきそうじゃあ最終的にはやっぱりあの狙ってた滑り台ですか。滑り台、滑り台は子供たちが遊んでるから遠慮しますか。大人としてはひろゆきも滑りたかった滑り台。あ、行きますねあ、お子様がいないのでハハハすごい、まさか出てきたのが大人だったみたい。すごい景色が本当にいいですね。はい、こちら千鳥ヶ淵公園です。緑がね、すごい奥の緑が綺麗なんです。手前の桜もです。謎の銅像、なんか銅像の上に鳩が止まってます。あ、本当だ木もすごい太い、桜の木。すごい太いですね。こっち行くと、ボート乗り場とかもあるそうですね。あー、すごい。桜はちょっとピンクがね、鮮やかな色になってます。ソメイヨシノと比べると結構色が違いますね。ね、ここ。こっちも桜のトンネルになってて。トンネルすごいですし、もう場所取りがすごいですね。うん、必ず人がいて、いっぱい敷いてあります。ここの花見も良さそうですね。ねえ、ここも気持ちいいですね、お花見やったら。すごく綺麗。あ、ここなんか見晴らし台なのかな。すごい。綺麗にお堀が見えます。逆光かな。このもう春って感じのね。春ですね。菜の花咲いてます、ね、春です。春です。結構長いですね、この散策。この多分通路は長いと思います。結構あると思います、うん、歩き応えがあります。ボーンってもうまっすぐ続いてる散策だ。お堀に沿ってね。そうなんです、お堀に沿って。なんかすごいこう開放感ありますよね。うん、そう空間として開放感がすごいあります。この辺はもうね、下の方まで伸びてます、うん、また濃いピンク色の桜が出てきました。千鳥ヶ淵散歩道、北の丸公園。はい、じゃあ千鳥ヶ淵散歩道を行きましょう。はい、散歩してみます。本当に散歩道って感じの道ですねいい道ですね、うん、こっちの桜も散歩道から見える。向こう側の桜もすごい。
ボート乗り場とかもあってね、桜を見ながらボートを乗ってる人もいます。ああいうのもいいですね。シドリガフチの散歩道の桜で満開になってます。散歩道の下の、ね、桜がいっぱい入っていてすごい綺麗なんです。はい、シドリガフチ散歩道面白かったですね。はい、すごい良かったです。特に最後の方ね、いっぱい桜咲いて綺麗でした、うん、この着物姿がこの道に合うよね。合いますか。そうそうそう、すごいこの土の道に合う。ありがとうございます。はい、じゃあここダッシュで下ってください。なんでやねん、ダッシュって。行列がまだ絶えません。今日はもうずっと人が出っぱなしですね。ですね、本当に天気もいいし暖かいですし、うん、花びらが舞ってます。